小屋が建ってるんだか。これずっとこれが豪華ね。どっから入るんやろ。ここから行けないかね。お、なんかいい店やね。すまへん。ちょっと興奮見させてもらいます。すみません。ありがとうございます。ここにありました、看板が。110m、3世紀の後半。はい、失礼します。ありがとうございます。ちゃんと飾っていただいてね。入れるんですかこれ。はい、ありがとうございます。ちょっと行ってみましょう。これは墳丘でございますね。すんまへん。ここ入らせてもらってよかったですかね。すんまへん。これ、これずっと上がっていくんですか。すみません。そこのところずっと上がってたら一番てっぺんですわ。これなんか上上がれるんですか。そこの小さい木ありますよ。そこからちょっと上がらせてもらいますね。すみません、ありがとうございます。ここから上がれるそうでね、ちょっと上がってみましょう。一般のね、一般の方が所有されてるらしいんでね、110m 以上あるって聞いたんだけどね。ここ大和神社、大和神社すぐ横でございますけどね。わからんなこれは。あとちょっとよく歩いてみようか、飛び上がって。ああもう畑になってますわ上。これはどこ入っていいんかね。こっち右入っていいんかね。え、これ入っていいんか。こういうことね。ここが一番頂上でございますかね。あらあら、草やぶになってるね。竹も生えてるし。こうですよ。これが前方部。これ今おるとこがね、公園墳の方やけど。草やぶでございます。民有地でございますからね。こんな風にね、公園墳の上に果樹園になってます。はい。ちょっと横下行けんのかなこれ。わ、行けんねや。高いねこれ。下からどれ15m以上ぐらいあるかもしれない。15m ぐらいあるかもしれないねこれ。すごい高いですわ。ここ入って良さそうやねこれ、どうも。で、下が道路になって、これ丸くなってますからね。あら、石も残っとるかね、これ。これ、ほら。これ、拭いてあったんやろかね、これ、この石。これ、大きいね、これ。110m って書いてあるけど、元は、ね、感じ。向こうは違うんだな、っていうことは。あそこまでやな。110m で合ってるか。これは下は降りられんな。ちょっと危ないねこれね。ちょっとまた上上がろうか。はい、ほんで上上がって下を横から見てみようか、どんなんか。これは上が航空写真で見てもちょっと形わからんかな。これだいぶ削られてるね。あの辺が全然形がね、残ってないから。果樹になってます、果樹。そこから下を降りてみましょうか。これ、ほらほら。ここから。降りるのが、この中はね、果樹園で入れないようになってますわ。これ柿かね、これ高いね、やっぱりこの高さやね。あら高いよ。
これ一番下の方ね。こちら側は水張ってないね。ああ、だからこれはこの線は違うかもしれんな。ちょっとおかしいね。ここずーっと引っ張ってね。元中やろな、こうやろな。ここな、これじゃないな。ほんでここは、ここはね、公園群なんでね。これは円墳やな。これも西山古墳と一緒で、ここ手前はこれが宝墳の上に円墳が築かれてる可能性も全くないこともないけど、まあ、イメージ的にはこう円が描いてるんでね、円墳やろね。あら、ここ回られへんのか。ここ回れませんね。ここ号が残ってるんですね。東川号が残ってるんやけどね。もうね、住宅が建ってますからね、上地ね。ここどうなんだ、入ったらあかんのかね、これ。なんか入ってないけどね。宝墳の方に今歩いてるよ。ここ建物かな。あ、建ってるのかこれ。なんか使ってるわけじゃないな。これ宝墳の方でございます。これ棒が残ってますからね。風が強いですからね、今日も。それの暖かいからいいですよ、今日は。もう回るんですね。カモが飛んでいきましたけど、カモが。ああ、果樹になってますよ、ここ。この横から、公園の方を見てみましょうか。110メートル以上あるけどね、こう見た感じ。200メートル以上あるそうやけど、どうやろう、これ。110メートルなってんだけど。目視でやってもね、110メートル以上ある。送るまで200メートルあるんだけどね。ちょっと歩数で数えてみるか、ここからな。はい。160歩ぐらいですかね。160歩やから110メーターぐらいのもんかね、これ。はい、そういうことで、はい、なんで帰りましょうか。馬口山寺古墳でございました。馬口山古墳。墳丘110メーター。前方後円墳かね。ち
ちょっと後調べましょう。方法がよくわからなかった。畑になってますからね、みんなね。大抵入れてくれたから入ったんだけど。こっちはちょっとよくわからんな。何も書いてないんだけど。裏の方はね、入るな書いてあるんだけど。はい、ありがとうございました。まあ、こちらは古墳でございました。こちらはね、公園墳の方で、ね。